カキンゲームズ。ブンブンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラはですね、ネザーへ行ってグローストーンを取りに行きたいと思います。今後ね、グローストーン使う機会が増えてくるかなと思ったのと、まああんまりまだたくさん持ってないので、で、普通に行ってもね、ちょっと面白くないかなと思うんで、実はね、最近見つけた要塞があるので、そこを冒険しながら、グローストーンがあったらね、まったり取っていきたいと思います。そう、じゃ、こっちに元はつけたんですよ。危ない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 。そう、ジャングルに行きたくてね、ネザーでいろんなとこにネザーゲート建てるために四方八方掘りまくってたら、要塞を2つぐらい発見したんですよ。今日はそのうちの、1つ目だね。で、グローストーン結構ね、この辺のやつと、ほらあそことかも頑張ってここ足場作ってね、取ったりしたんですけど、まだそんなにたくさん持ってないのでね、ほらほら見て見て、ああいうとこについてるんですよ。下溶岩なのにここについてんの。まあ今のやつはね、超取りづらい感じですけど、中にはちょっと取りやすい、やつもあるので、そういうとこ狙っていきます。ここ何回落ちたことか。そう、ダイヤのツルハシとか使うと危険なんですよ。こうやってポロロロって掘ってて、たまにちょっと下向きにポロッとかいっちゃうと、このネザー、これなんだっけ、これネザー、これネザーラック、これ超柔らかいんですよ。プロロンとかって一瞬で足場が吹き飛んで折っちゃうんですよ。そう、この先にネザーゲートは建てたんですけど、結局ね、ジャングルとか雪山とかなくて外れだった方なんですけど、要塞があったんですよ。結構ね、でかく見えたんだけど、まあ行ってみないと分かんないですね。それも今回ね、これ、ドロップまた作り直したんですよ。ドロップ3、ダメージ増加3、耐久力3、ノックバック2、かなり強い。あれ、こんなとこだっけ、合ってるよな。なんかこんなとこだったっけ。なんかこれ、ジャングル行く方にそっくりだな。そう、だからジャングル見つかった方向とは違う方向にもこういうのを結構作ったんですよ。もうどこに何があるかちょっと覚えきれてないんですけど、ここすごいな、ほんと。なんもないわ、溶岩ばっかり。これすごいね、これ。どっから垂れ下がってんの、この溶岩。すごいことになっちゃってる。あ、うわ、いいな、あのグローストーン。ちょっと行き、お前。お前、スパゲッティ。お前スパゲッティな感じで撃ってくるんだね、君は。待て、おい、やめて、マジでやめて、走って逃げよう、マジでやめて、危ねえ。危ない、あ、足場削られたじゃん、これ。うわ、最悪、これ。帰り作んなきゃ。あれ、どこだっけ、あれどこだかもう忘れかけてる、やばい。グローストーン全然ないしさ、あ、ほらほら見て、ほら、これが要塞なんですよ、これ。要塞の柱。うわ、めっちゃあるけど、取りづらすぎでしょ、あれ。あそこのやつ取れそうかもね。そこ取ろっか。怖いけど。ちょっと怖いなぁ。溶岩出てくるからね、ネザー。抜けた。で、ここ掘ると落っこしたりするんですよ。そう、もう学んでるからね。私、ヒカキン。ネザーマスター目指してますもん。ポケモンマスターみたいな感じで。これ取りづらいとこにあるわ、やっぱり。やっぱしだよね。もう分かってはいたけども。怖いよ。あ、ここ行けんだな。あ、ここで取ろう。これ全然まったり取れないよ。まったりネザー。で、シルクタッチのツルハシで取るとね、効率がいいので。これか。いやー、ネザーってまったりできるとこじゃなかったね、よく考えたら。怖い怖い。ダイヤの装備とかも、あーダイヤの装備とか持ってるとほんと怖いよね。ほ。ほい。ほい。あー、怖い、マジで怖い。嫌なんだ、これ。もうこのシフトのね、指の責任重大感半端ないんだ、これ。ほんと嫌なとこにあるわ。5個しか取れてないしね、これ命がけで。さあ行きましょう。ここのトンネルとくぐると右にね、もうこう何、本体みたいなとこが出てくるんですよ、確か。久々に来たからちょっと、合ってるかな。ほら、これでかくないですか、これ。なんかちょっとパッと見ね。実はこれしかないとかっていうこともあり得るかもしれないけど、これだけでもなんかちょっとでかく見えるんだけど。そう、んでここ掘って、動画で行こうと決めたんですよ、そうそう。あ、違う、ここ落っこちて一回死んだんですよ、僕。ここ実は抜けてるんですよ、よく見ると。
ほらほらそう、ここ落ちて死んだんだ。で、あっちにも見えてるんですよ。で、多分かなり広い。さ、この中空洞になっててくれるといいんだけど。真っ黒。あ、抜けた。怖い怖い怖い、カシャカシャ言ってるぞ。ちょっと待って、ただこっちには最強最悪の剣があるぜ。とりあえずこっから来たよっていう印つけて、はい、じゃあこっちの方から行ってみようか、後ろ側。あ、おお、ネザーボートがあって、この上に宝があるやつかね。大体こうフォーマットみたいなのがありますからね、これね、要塞とか。うわ、なんかすげえ。あああああああ、スポーンブロックかなこれ今の。なんか降りる方がある。結構もうなんか秘密の通路みたいなとこガンガン来ちゃってんだけど。うわ、なんじゃこりゃ。あ、すげえでかい要塞だこれ。今まで行ってきた中で一番でかいかもしれない。でかいやもしれんこれ。ああ、危ねえ、あぶねえ。なんじゃこのトラップ要塞、ひでえ要塞。これ要塞2つつながっちゃったみたいな感じ。なんかすごいぞ。ええ、びっくりした。かわいいけど。階段だ。ちょっとやばいな、これ迷う生き方してるわ。ちょっと戻ろうか。かけ離れたとこまで来ちゃってるから。うわ。あ、チェストあった。ノックバックパワー。よう、やった。すげえ。1体で4個も取れた。ドロップ増加さん。よし。金の鎧が入ってるぜ。もうネザーって暗いからな、本当に。明るいネザーとかないの？あの綺麗なジャイアンみたいな感じで。明るいネザーないよね。あ、スケルトンだ。戦いたかったんだよ君と。これもしかしたら運がいいと顔取れるんだよねこれ。うわ、びっくりした。ドロップ増加さんだから顔ください。あー、くれないか。激レアなんだな、やっぱ顔は。顔っていうか頭。うわ、オーマイガー。結局こっち来たわ。いやー、スケルトンに会いたいな。うわうわうわ、広いな。かっこいいなこの要塞。なんか家にしたいわ。すごいよこれ、城だよ城。うわー、すごいすごい。こういうなんか開けた要塞かっこいいよな。うおー、すげえ。うわえ、オーマイガー。すごいよこれ、めちゃめちゃ長い。ほら、うわ、すっげえ要塞。こんなんあるんだ。やば。4つに分かれてんのこれ。え？え、こっちでまたさらに要塞あんのこれ。あ、消えた。あ、スケルトンいる。うわ、やったやった。2匹もいる。カモンカモン。やった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 。これどっちか落ちないかな、頭。うん、やべ。これやばいやつだぞ。落ちた？あ、落ちないわ。ほんと確率低いんだな。え、行き止まり？行き止まりだ。にしてもここガスときそうだな。めちゃめちゃ開けちゃってるから。あ、あそこにグローンストーン取れそうなやつがある。こっちは？すげえ行き止まりだこれ。さ、あのグローンストーン取れそうな位置にあるよ。今まで見てきた中ですごい取れそうなとこにある。 うわ、またこれネザートラップと名付けよう、これを。ほんといやらしいわ。うわー、めっちゃ取りやすいとこにある。ラッキー。下をまずこれ、止めよっか、ここ。はぁ、はぁ、来なきゃ、顔が。はぁ、あの、高いとこ行くとお尻がキュッてなるみたいな感じだな、これ。下めっちゃ高いんだもん、これ。高所恐怖症の人はマイクラでも結構怖い思いするんじゃないこれ。ただこれ、下にやんないと折ってっちゃうんだよね。それが難しいとこなんだ。まあまあまあ、この辺大雑把にいただいていこうか。シルクタッチで。ああ、怖い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 。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。怖い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 。怖い怖い怖い。スケルトンとか来たら終わりだ、ここ。無理しないとこ。あ、これ、これポコンと掘って下ポコンとかで掘ると終わるんだよ。ポコンポコンポコンって言ってもらう。いい感じ、いい感じ。わーいわーい。結構取れてるぞ。はぁ！はぁ！
わ、暗くなった。ほら、やっぱ結構明るいんだな。よし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 。うわ、ここ何この合体しちゃってる感じ。ネザーの溶岩とこれ要塞合体しちゃってるよ。これ超でかいよ、この要塞。ほんとにここ降りるところがある。ただこれ帰る方向やばいな。あー、危ねっ。はっ、ノックバック。超吹き飛んで逆に戦いづらい。オッケー、オッケーオッケーオッケー、おいで。よいしょー。うわー、来ちゃった来ちゃった。やだ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 、きついきついきつい。オッケーオッケーオッケー、やばいよやばいよやばいやばいよもう最近口癖になっちゃった。これやばいやばいよ。まさかのもう松明が終わっちゃった。持ってくんの忘れてたわ。あ、スケルトンいる。やった。君と戦いたかったんだよ。ドロップ増加さん、ノックバック2の威力を知るがいい。ほら落ちないわ。ヒュンヒュン。あ、やべ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 あれ、やっぱ落とした、落としてる。君危ないよ。めっちゃ吹っ飛ぶ。ブレイズ宙に浮いてるから。え、逃げよ、危ないわ。え、え、なに、え、来てる来てる。なんでブレイズに撃たれたかな。めっちゃ来てる。逃げろ。やばいやばい、これ久々に大惨事が起きてしまう。やばい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 やべ、やばいやばいやばい。よし、今日の目標は脱出だ。はは、今なんだあれ、超でかいスライム。うわ、スライムっていうかあれ、あいつ倒したいんだよ。来てくれこっち。うわ、でか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 。うわ、両サイドから挟まれてる感じか。きつスライム諦めるか。これやられるわ、なんとなく。うわ、どうぞ、でか上に来てる。よし、おいでおいで。よいしょ、よいしょ、よっしゃ。あー、落ちちゃった。いる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 。ほら、とりあえずピッグマンから逃げ切った感じかな。意外と逃げ切れるもんなんだね、ピッグマン。僕も絶望。やべやべやべ、すげえ。これなんだっけ、マグマクリーム結構取れた。え、来てる来てる来てる。あ、違う、大丈夫か。ブヒブヒいってんだよ。逃げよ逃げよ逃げよ。すげえ激しいなこの要塞。ただね、ずっと前家火事になった時にマグマクリーム全部なくなっちゃったんで、これラッキーね。きついきついきつい。あ、こっから来たんだ。よしよしよし。きつい、ここめっちゃきつい。あ、まだ行ってない方向が。ああ、え、え、あ、こんな近くにチェストあったんだ。こっから来て最初あっち行っちゃったんですけど、こんなとこにチェストあるじゃん。イエーイ、せーの、ういっ。うーん、タイヤ入ってるやった、私の勝ちだこれは。もうもう一個ある、せーの、ドン。うーん3個目だ。これ絶対生きて帰ろう。やべえことになった、これ修羅場だ修羅場。これスポーンブロックあんのかな、ここ。あのグロステーン、ステーン、あのグロステーン取れそうじゃん、グロステーン。あ、あー取れるな。おお、いいねいいね。ほら下がさ、あの溶岩でもなんでもないから、ふいっふいっふいっ。オッケー、結構な収穫だぞこれ。グローストーンの上に乗ってグローストーン壊すっていうね、贅沢な感じ。これもう下降りちゃうか。ドハッ。オッケー、さ、要塞さ、帰るべ。で、帰って、あ、これ溶岩怖いな、ちょっと溶岩の根元が近い。あー、怖い怖い怖い。よし、帰りますか。うわ、グローストーンめっちゃあるグローストーンには目がないもんでね、すげえなあれ。え、これすごくない？これ
これやばいっしょ。今まで結構いろんなとこ見てきたけど、このでかさはないな。お、近い、めっちゃ近い、やべえ。これやばいっしょ。テンション上がっちゃったよね。やっば、うお。これはいいわ。これで目的ちゃんと果たしたね。やったやったね。馬のダイヤの鎧3つ目もゲットして、グローストーンも大量にゲット。そう、家の中とかもね、松明ばっかりでこう明るくするより、グローストーンをなんか壁に埋め込んだりして明るくした方がね、おしゃれだったりすると思うんで、今後多分このグローストーンはだいぶ役に立つと思われます。これ多すぎるな、ちょっと。これ何個あんのこれ。100個ぐらいあったんじゃないかな、これ多分。よし、あとこれだけか。オッケー、うおほほほー、びっくりした。いや、すごい量、すごい量、大収穫。まあ、まだね、向こうの方とかにもあるけど、帰りましょう、そろそろ。せっかくお宝も取ったしね、ダイヤとか。あー、よかったよかった。うわ、ガストだわ。気づいちゃった。え、消えたし、なんや今の。消えた。よーし、カムバック。うわー、もうドキドキしたよ。まだ攻略しきれてないと思われますので、またね、いつか機会があったら来たいですね。あー、てかガストに壊されたから帰るの大変だよな。これすごいオチがついちゃったとか言ったらどうしよう。落っこちて終わりみたいな。ここら辺だよね、ぶっ壊されたの。ピッギマンもいるよ、ピッギマン。ゾンビのピッギマン、ゾンビの兄貴ピッギマン、どいてくれ。危ない、見えないね、床が。危ない、あっぶんな。ピッギマン、ああ。落っことして、え、ああ、よかった。落っことしても攻撃してこないんだよね、別に。よし、ああ、ガスだ。右にガスがいるんだよ、一緒に走ってる。やべえ、絶対ピギャーって聞こえてくる。見なければ大丈夫だったりするもんなの？あれ、よかった、優しかった。イエーイ、村さ帰るべー、お宝だっぺー。お、もう帰ってきた、はや。めちゃめちゃ近いな、あの要塞。ジャングル行ったね、ネザーゲートと比べると5分の1くらいの距離かもしんないね。めっちゃ近い。よーし、うおまだいたんだ。はい、無事帰還しました、あざーす。よし、よかった。一時はどうなるかと思った。やっぱ気抜いてるとネザーって一瞬でやられるからね。さて、それでは収穫を見てみましょう。せーの、ピッ。うおー、結構取れたね。グローストーン、すごいよ、これ。うん、170何個とか取れてる。で、ダイヤの馬鎧と金の馬鎧。そしてダイヤ、2個。よし。まあ、今後ね、建築とかにこのグローストーンを使っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バーイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。